昔昔、千年よりも昔、大陸の北にグラージャという国が生まれました。人々はモンスターや幻獣の脅威に身を寄せ合い、崖の隙間に隠れるように生きていました。天外の地には守り神がいました。悪いモンスターや幻獣からグラージャの人々を守る美しくて優しい女神様。また幻獣、グラージャを狙っているのね。人々は女神様に感謝を捧げ、平和がいつまでも続くようにと祈りました。女神様は偉大な力を持ちながら、人々を支配することはしませんでした。女神様は人々の願いを聞いて、いつでも微笑みを絶やしませんでした。やらせない。私の翼がある限り、守ってみせる。守ってみせる。絶対に。あなたとの約束も。絶対に。女神様は人々の願いを聞いて、いつでも微笑みを絶やしませんでした。もう出てきてもよいじゃろう。お空、もう光ってない。激しい戦いじゃったが、巫女様が悪しき幻獣を打ち払ってくださったのじゃ。ああ、巫女様、私たちのために。巫女様にありがとうって言いたい。崖にできてもいい？おやめなさい、恐れ多い。どうして行っちゃいけないの？リティシア様、巫女様は我々のいる属性から離れた場所で生き、我々を見守ってくださるのじゃ。巫女様が住んでいるのは危険も多い土地。あの方は高い崖の上に住んでいるの。簡単にお会いできない方なのよ。はい。お礼の代わりに毎日お祈りをしましょう。私たちが無事に生きていられることに感謝を。さあ、あなたも祈りなさい。幻獣の脅威からお守りくださり、ありがとうございます。リティシア様。ありがとうございます、巫女様。祈りなんてくだらない。もう魔力が尽きた。こんなんじゃすぐに戦えなくなっちゃう。ダメだ、もっと強くならないと。マニ、また魔術の特訓か。畑仕事を放り出して。エリオには関係ない。関係ないで済むわけないだろう。同じ孤児院で育った兄弟のようなものなんだ。お前の素行は俺にも責任がある。大人みたいなこと言わないでよ。二つしか離れてないくせに。大人のように決められたことを守れるなら、こんな小言は言わない。祈りの時間を抜け出して危険な特訓なんて子供でもしないぞ。祈りなんてくだらない。収穫が終わりました。無事に感謝します。私たちが生きて一年を終えたことに感謝します。幻獣に襲われそうです。お助けください。祈りってリティシア様を利用すること？全部を全部リティシア様に頼るなんて情けないと思わないの？リティシア様じゃない、巫女様と呼ぶんだ。やだ。
この国は宗教を柱にまとまろうとしている。グラージャはもうただの生活共同体じゃない、国になろうとしているんだ。その中心には巫女様がいる。奇跡の力を手に入れ、数百年もこの天外の地を守り続けてきた総翼の巫女様が確かに祈りそれ自体に効果はないかもしれない。それでもグラージャのために戦ってくれる巫女様への感謝を示す手段としては意味がある。国には儀式が必要だ。俺たちは巫女様に守られ、巫女様を支えるために国を作るんだ。その思いは魔にも同じはずだろう。私はただ。もう大丈夫よ、怪我はない。私はリディシア様の役に立ちたいの。その気持ちは俺だって同じだ。だからお前が協力してくれれば、みんなで巫女様の役に立つことが。私はエリオンとは違うの。おいマニ、どこへ行く。休憩しに戻ってきただけだから、また特訓に行ってくる。また危険な場所に行くつもりか。今はやめておけ。最近は幻獣以外にも怪しい人物が目撃されているんだ。魔導書を持った怪しげな魔女が目撃されて。おい、あっちの方角は。あいつまさかあそこへ行くつもりじゃないだろうな。強くならないと。私はリディシア様に謝らなければいけないんだから。邪王の祭壇、かつてリティシア様がグラージャを襲う凶暴な幻獣を退治した洞窟。今もモンスターが出現する危険な場所だから、大人でも近づかない。ここでリティシア様に助けられたのは何年前だっけ。森を探検してたら迷い込んじゃって、心細くて泣き出しそうで、モンスターのうなり声が聞こえてきた時は足に力が入らなくて震えていた。そんな私をリティシア様が助けてくれたんだ。もう大丈夫よ、怪我はない。今の私なら平気。もう震えていたあの頃の私じゃない。今の私ならモンスターくらい倒せる。この鳴き声は。女の子がモンスターに襲われてる。どうしてこんな場所に。危ない。怪我はない。もう大丈夫だからね。私が守るから。守る。じっとしててね。守ってみせる。あの時のリティシア様みたいに。わかった。いいぞ、守っても。うん、待っててね。ん？あの子、今なんて言ったの？この子を守れた。リティシア様みたいにできた。ねえ、怪我はない？もう大丈夫よ。うん、ご苦労だった。ねえあなた、さっきもそうだったけど、助けてもらうのにその態度はないんじゃない？
マグを守りたかったんだろう。守らせてやったぞ。こういった愛らしい個体は他者から守られるものなのだな。命を保つには有効な能力だ。なんなの?この子。あなた、どこの子?どういうしつけをされればそんな物言いに。比べ物にならない強い気配。おい、私を守らないのか？こいつは。ダメ、近づいたら。動かない。あの子はどこ？守れなかった。これが幻獣。凶暴で強大で、私のちっぽけな力じゃ止められるわけがない。リティシア様はこんな恐ろしいものとずっとずっと戦っていたの？私はリティシア様に謝らないと。いけないのに。もう大丈夫よ、マニ。グラージャに生きるみんなは、私が守る。リシア様、どうして？お前が邪王の祭壇に向かったって、ミコ様に報告したんだ。エリオン。エリオン、マニをお願いね。守ってあげて。はい。さあ、マニ、こっちだ。待って、エリオン。あの子が幻獣にやられて。あの子。翼。あなた、無事だったの？マグは何ともなかった。確かにあの幻獣にやられたように。もしかして、レティシア様が守ってくれたの？翼の偉業。まるで、かつてこの地に救っていた幻獣が復活したみたい。この子たちを傷つけることは許しません。私の翼がある限り、天外の地は絶対に渡さない。ああ、まただ。リティシア様はいつも私たちを守って、傷ついて、こんなんじゃいつまで経っても、あの時のことを謝れない。消えた。逃げられたみたいね。そうだ、マニ、怪我はない？大丈夫？はい。そう、よかった。心配したんだから。会うのは久しぶりね。少し背が大きくなったんじゃない？マニ？私が弱いせいで、あの子を危険な目に遭わせました。私じゃ守れなかった。
シア様。ごめんなさい。おい、マニ。行ってあげて、エリオン。その子も忘れずに連れて行ってあげてね。は、はい。巫女様は？私はもう少しここを見て回る。幻獣も逃亡しただけみたいだし、警戒しないと。了解しました。エリオンもたくましくなったね。二人とも、あんなに小さかったのに。マニは、巫女様の助けになれるように力を磨いています。うん。伝わってきたよ。あんなに怖い目にあったのに、一番最初に出たのは、守れなかったっていう悔しさの言葉だった。マニにはすごい才能がある。それをまだ使いこなせていないだけ。落ち込むことなんてないよ。伝えておきます。さあ、行くぞ。そもそもお前、どこの子だ？見たことがないが。ひとまず、中央の集落に戻るぞ。おい、マニ。巫女様にあんな態度は失礼だろう。お前、泣いているのか？また、またリディシア様が傷ついた。私、何も変わらない。リディシア様に守られてばかり。巫女様は、グラージャを数百年守り続けてきた女神にも等しい方だ。巫女様に守られていない人間なんてグラージャには一人もいない。俺やお前、老人から子供に至るまで全てだ。お前だけが自分を卑下することはないんだ。違うの。ダメなの。それじゃダメなの。それじゃいつまで経ってもリディシア様が一人ぼっちのままなの。何？リディシア、翼、見つけた。ちょっとマグメル、また服を脱ぎ散らかして。汚れたから変えただけだ。いいことを教えてやろう。そこに置いておくと、次の日には服が綺麗になるぞ。私が洗ってるの。あなたの分も。エリオン、腹がぐーっとなったぞ。ご飯にしよう。あ、ご飯を作れと。マグネル、あなたも少しくらい働きなさい。グラージャでは子供でも老人でも関係なく、みんなが協力して生活をするの。競技というやつだな。マニはそれを嫌いだって言ってたぞ。自分が嫌いなものをマグに押し付けるのか？それとこれとは話が違うでしょ。掃除も洗濯も料理も手伝わないで、ぐーたら寝てばっかり。私はあなたの母親じゃないんだからね。早くこの子を家に送り返さないと、パックンする時間もない。そもそもあなた、どこの子なの？この子に見覚えがある住人がいたぞ。国境近くの崖に住む一家がいるらしい。家族と交流のある住人によれば、その家の子供の名が、マグメルというそうだ。今日近くの崖って、歩いてここから5日はかかる距離よね。あなた、そんな場所から来たの？うん、そういうことだな。
どうしてそんなに偉そうなの？今は収穫の繁忙期で俺も動けない。今から護衛隊の訓練もしないといけないしな。交易で国境まで出かける仲間がいるから、マグメルがここにいることを伝えてもらおう。それまではマニが面倒を見てやってくれ。子供を一人で放っておくわけにもいかないからな。ちょっとエリオン。頼んだぞ。お前以外のグラージャの民は建国の準備で忙しいんだ。そんな。マニは暇なのか。マグが遊んでやってもいいぞ。暇じゃない。マニは気づいていないかもしれないが、マグメルの相手をすることで以前の張り詰めた表情が随分柔らかくなった。俺としてはマニが特訓という名の無茶をしないから今の方がいいかもしれないな。よし、訓練はここまでにして収穫の手伝いをしよう。お前との訓練はしんどいとみんな言ってるぞ、エリオン。俺たちがいくら強くなったところで、最終的にグラージャはミコ様によって守ってもらえるんだ。俺たちにできることは、ミコ様の邪魔をしないようにおとなしくしてることだろう。ミコ様の力が強いことは、俺たちが特訓をしなくていい理由にはならない。ミコ様を守ることはできなくても、住人の避難などでミコ様の負担を軽くすることはできるはずだ。へいへい、お前を見習って真面目に訓練するよ、護衛隊長殿。やれやれ、あいつらにもマニの熱心さが少しでもあればな。どうしたものかの。どうかしたんですか？今日はミコ様のもとに物資を届ける日じゃ。ああ、今しがた帰ってきたところじゃ。物資を届けるついでに、我々が進めている建国の相談をしてきた。やはり、ミコ様はうなずいてはくれなかった。ミコ様に守護されているグラージャのありようは、これまでと何ら変わることはないというのに。我々は、ミコ様の数奇な生涯と神秘的な力を語り継いでいきたいだけだ。よこしまな思いは何もない。確かに、彼らの願いには何の偽りもない。ミコ様を中心として、人々に国としての結束を求める考えは、俺も同じだ。それじゃダメなの。それじゃ、いつまで経ってもリティシア様が、一人ぼっちのままなの。俺たちは何かを見落としているのだろうか。マニの作るご飯は美味しくない。我慢をすれば食べられなくもないが、マグは我慢をしたくない。悪かったわね。食べたくないなら食べなくていいもん。エリオンに代わってくれ。建国はいつ終わるんだ？知らないわよ、そんなの。マニは何も知らないな。建国がどういうものかも知らないんだな。意味くらいわかるわよ。グラージャが国になろうとしているの。リティシア様を中心とした宗教国家。ただ生活を営むだけじゃなくて、日々の過ごし方、季節ごとの一年の過ごし方、生まれてから死ぬまでの考え方、信じるべきこと、大切にすることを定めて、それを教えとして習慣化するの。その教えの中心にリティシア様がいる。リティシア様を信じることと感謝を忘れないようにって。リティシア？あなたを助けてくれた人よ。グラージャはリティシア様に祈れば何でも叶う理想的な国なんだって。リティシア様を絶対の存在にして、ありがたがって遠巻きに見つめるの。
リティシア様は今じゃ滅多にこの集落には来てくれない。きっと居心地が悪いんだと思う。あら、怪我をしたの？大丈夫よ、そんなに泣かないでも。痛いの痛いの、飛んでけー。おわね、痛くなくなった、ありがとう。どういたしまして。巫女様。おお、巫女様、ようこそおいでくださいました。こんにちは。ちょっと食料を買いに来たんだけど。巫女様からお代などもらえません。いくらでもお持ちになってください。え、でも。ああ、天涯の地の巫女様、私たちの守り神、どうか娘をお守りください。グラージャの人たちにとってリティシア様は絶対。でもそのことに納得していないのは誰よりもリティシア様だと思う。リティシア様が集落を離れて暮らしている理由がなんとなくわかる気がする。恐れ多いと言って距離を取る、敬うと言ってへり下る、それって突き放しているのと一緒だと思う。なぜお前たちはリティシアをありがたがるんだ？ずっとこの地を守ってくれているからよ。リティシア様は総欲の力でグラージャを遥か昔から守り続けているの。不死の力を持つ一族の集落に行って修行したんだって。リティシアは人間じゃないのか？うん、巫女様、女神様だなんて敬われているけど、リティシアはリティシア、ただの人間だろ。そう、そうなの。痛みに辛い顔もするし、傷つきもする。リティシア様は、私たちと同じ人間なの。マグはリティシアに会いに行く。何言ってるの？そんなに簡単に会えないよ。マニは会いたくないのか？会いたいけど、ちょっと気まずいし、タイミングが良くないっていうか。なんだ、マニが一番リティシアに会いたくないんだな。会いたいに決まってるでしょ。私はリティシア様に謝らないといけないんだから。でも、ただの人間に会いに行くのに問題があるのか？リティシアはただの人間なんだろ。そっか。私、いつの間にかみんなみたいにリティシア様を遠ざけていたんだ。会いに行こう、マグメル。リティシア様に。マグメルもこの前のお礼を言わないとね。ちょっと遠出になるから準備してくる。水も汲んでこないと。マニー、疲れた。おんぶだ。さっきも休んだばかりじゃない。子供じゃないんだから、自分で歩きなさいよ。わかった。じゃあ、抱っこ。何がわかったなの？リティシア様の住む崖までもう少しよ。モンスターや獣に警戒しながら進まなきゃだから、マグメルに構っていられないの。構え。人の話聞きなさいよ。わかった。ちょっと休憩しよう。そんなに急いで、マニはリティシアにすごく謝りたいんだな。マグメルと初めて会った洞窟。私も昔、あそこでリティシア様に助けられたの。恐ろしい幻獣に襲われていた私を、
リティシア様は必死になって助けてくれた。自分の身も顧みずに。もう大丈夫よ。怪我はない?リティシア様はボロボロで、差し出された手は血で汚れていた。小さかった私は、それを見て怖くなって、泣いちゃったの。リティシア様は私の悲鳴に驚いた後、私にごめんねって謝ったの。あの時のリティシア様の顔が忘れられないの。モンスターよりも幻獣よりも、私はリティシア様を傷つけてしまった。リティシア様は女神様なんかじゃない。傷つけば血を流して痛みを感じる。私たちと同じ人間だから。だからね、私はリティシア様に謝りたいの。あの時傷つけてしまったことを。聞いてる?マグメル。この子がいなかったら、リティシア様に会いに行こうなんて決断できなかったかもしれないな。謝るだけじゃダメだ。私、リティシア様みたいにグラージャを守れるようにならないと。大変だ、エリオン。あんた、ずいぶん帰りが早かったな。交易はどうしたんだ?知らせるために引き返してきた。国境の崖に住む一家が。ああ、マグメルの両親だな。話はできたか?殺されていた。え?大型の獣かモンスターなのかわからない。全員殺されていたんだ。そんな、マグメルだけ家を離れていたおかげで助かったっていうのか。かわいそうに。両親が殺されたなんて、なんて説明すれば。違う!一家全員殺されていたんだよ!父親と母親と、娘が、三人とも!何を言ってるんだ?マグメルはマニと一緒にいる。そもそも、あんたがあの子に見覚えがあって、崖の家の子供だって。ああ、そうだよ。でも俺は確かに見てきたんだ。国境近くの家で一家が惨殺されているのを。マグメルはすでに死んでいる?それじゃあ、マニと一緒にいるのは一体何なんだ?マニはいるか?マグメルはどこだ?いない。マニお姉ちゃんは女の子と一緒にお山の方へ行ったよ。向こうの山。向こうってまさか巫女様のいる崖か。どうして？わかんない。言動に不審な点は確かにあった。あれがマグメルでないとするなら、一体誰なんだ?何を目的にマニを連れ出した?巫女様の元に行った理由は?あいつは、本当に人間か?何かが近づいている気配を感じる。大丈夫。食材には頼らない。グラージャは私が守ってみせる。もう、なんで私がこの子を背負わなきゃいけないの?リティシア様の住む場所までもう少しのはずだけど。でも、会ったら何を話せばいいんだろう。
前回は変な態度取っちゃったし、まずはそれを謝らないと。レティシア様、怒ってたらどうしよう。話してもくれなかったら、はあ、どうしよう、不安になってきた。何？マグメル、何かいる。呼べるから立って。アイス、起きてよ。の矢、これってもしかして。幻獣、グラージャを狙う者は決してここから先へ行かせない。レティシア様、幻獣、グラージャには行かせない。レティシア様、私のことが分かってない。私です、レティシア様。マリです。傷つけさせない。もう誰も。天外の地に生きる命はみんな私が守る。私が。レティシア様、レティシア様。天使や魔族に虐げられてきた人々、私は彼らを守るためにビデーレの一族にエルビーさんに魔力の使い方を教わった。いいの、ナディア。不老の力は、私が望んで手に入れたものだから。天外の地に生きる人たちを守るために。あの人たちと別れて、グラージャに帰って、どれだけの時間が経ったんだろう。天使や魔族に狙われる日々が終わり、グラージャを脅かす存在が、モンスターや幻獣に変わった。守りきれないこともあった。犠牲もあった。巫女様、子供たちを、せめて、子供たちだけはお守りください。グラージャの血を、幻獣からお守りください、我らの巫女様。ごめんなさい。ごめんなさい。あなたたちを守りきれなかった。私がもっとしっかりしないと、もう誰も、死なせないように。グラージャに生きる人々だけでいいの。みんなを守れる力を、みんなに差し出せる手が、欲しいだけなの。燭台。グラージャを襲撃した幻獣が落とした、不思議な道具。強大な魔力を封じた燭台は、幻獣に力を与えていた。この燭台の力を使えば、まだ戦える。痛みを伴うとしても別に構わない。使うほど私の中から何かが失われていく感覚に襲われる。それでも平気。私が感じる痛みなんか、家族を失う痛みや大切な人を守りきれなかったみんなの辛さには程遠いもの。レティシア様、はあ、こっちはこっちでのんきに寝てるし。レティシア様、あれ、マニ、ここは。レティシア様の家です。倒れたレティシア様を運びました。どこか痛むところはありますか？うん、大丈夫よ。そっか、私、倒れちゃったんだ。きっと疲れが溜まってたのね。私を攻撃したことは覚えてない。それなら、
ざわざ言う必要はないか。リティシア様、本当に大丈夫ですか？うん、平気。ごめんね、心配かけて。よかった。さっきのリティシア様、なんだか怖かったから。マニはどうしてここに来たの？その、リティシア様にお願いがあって。お願い？私、もっと強くなりたい。リティシア様に魔術を教えてほしいんです。みんなのことは私が守るよ。これまでもそうしてきたじゃない。リティシア様は、グラージャを守ってくれる巫女様です。どんなに傷ついても、苦しい顔を見せずに私たちを守ってくれる。でも、守られる私たちも強くならないと。リティシア様だけが苦しむなんて、違うと思う。私じゃ力不足だけど、リティシア様を支えたいんです。支える？偉そうなこと言ってごめんなさい。リティシア様に守られてばかりの私が何を言ってるんだって話なんですけど。マニの中にはとても強い力が眠っているよ。私よりもずっと強い力が。そんなこと。ううん。マニに必要なのは少しの自信とほんの少しのきっかけだと思う。私、マニに謝らなきゃって思ってたんだ。え？マニがまだ小さい頃、モンスターに襲われたことがあったでしょ？私、ひどい姿であなたの前に現れちゃって、とても怖がらせちゃったの。あの時はごめんね。あんなに怖い思いをしたのに、マニはすごく努力して魔術が使えるようになった。ここに来るまでの道のりも今じゃものともしなかったんでしょ？頑張ったんだね、マニ。はい。謝りたいのは私の方なんです。私はあの時、リティシア様の手を。あの、リティシア様。支えるか。そんな風に言ってもらうの久しぶり。前にもね、そう言ってくれた人がいたの。あれ？あれはいつだっけ？誰だっけ？リティシア様。今日は泊まっていくでしょ。ゆっくりしていってね。はい。お腹空いてない？ご飯作るから一緒に食べようね。え？レティシア様が作ってくれるんですか？こう見えても私、料理できるんだよ。食べてみたいです。レティシア様の料理、一生の記念にします。そんなに楽しみにされても困るけど。でも、頑張るね。誰かと一緒に食事するなんて、久しぶり。リティシア様、嬉しそう。よかった。私、ここに来てよかったんだ。集落のみんなは元気？はい。グラージャはいつも一緒です。みんなリティシア様に頼って、祈ってばかり。ううん。私なんか全然だよ。みんな、リティシア様に背負わせすぎなんです。私たちだけでグラージャを狙う敵を倒せるようにならないと。何言ってるの。みんなの力があれば天使だって魔族だって退けられるじゃない。私もそう思います。でもみんなはリティシア様に助けてほしいって祈るだけで。天使？魔族？祈るなんてあなたらしくないよ。一族で最も才能にあふれた魔導士なんだから。一族？リティシア様、
私、そんなこと言われたことないです。謙遜しちゃって。前回の魔族との戦いだって大活躍だったんでしょ？私も負けていられないな。エルヴィーさんに教わった魔術で一緒に集落を守ろうね、ナディア。リティシア様？あ、あれ？私、今何を？そうだ、ごめんね。ベルゼと一緒に集落の周りの見守りだったよね。すぐに行くね、アンリ。あれ。マニー？リティシア様。何？リティシア様に何が起きてるの？リティシア。マグメル。ようやく戻ってこれた。リティシア。近づかないで！リティシア様、何を？リティシア様の魔力が通じない。マグメル、あなたは一体？リティシアはマグを拒絶できない。マグはリティシアの一部のようなものだから。あなたは、何者なの？マグはリティシアから生まれた。来ないで！私に近づかないで！無駄だ。マグは戻ってきたんだ。リティシアの元へ。